はい、どうもこんにちは、河野です。今日は久しぶりに真面目なことをね、話していこうかなと思います。まずストリートファイター6が、今年2023年の6月2日に発売されますね。そして初年度のスト6の、大会賞金は1位賞金100万ドル、賞金総額200万ドル以上というね、カプコンからの発表がありまして、ストリートファイター業界のみならず他の界隈をもね、震撼させるようなビッグニュースでした。で、これを機に、まあ、今までスト5ではプロゲーマーなれなかったけど、スト6ではプロ目指そうとか、他の格闘ゲームをメインにやってたけどスト6に移行して、プロゲーマー目指そうって思ってる人もね、いると思うんですよ。それこそもう学業とかね、お仕事辞めてまでスト6一本で頑張ってみようみたいな人もいると思うんです。まあこれはあんまりお勧めしないんですけど、そういうプロになりたい人に向けてちょっと今回、真面目に話そうかなと思っています。こいつ何偉そうに語ってんだみたいな思う人も出てくると思うんですが、まあそこはごめんなさい。そしたら早速話していこうと思うんですが、スト6のね、発売日は今から3ヶ月後ぐらいだと思うんですけど、もうすでにね、意気込んでる人いると思うんですよ。プロになりたくてすでに意気込んでる人いると思う。マジでスト6出たらめちゃめちゃ練習してやるぞ、朝から夜までずっとやったる、飯食ってる間とかも人の対戦動画見て勉強してやる、まあこんな感じでね、やる気に満ち溢れてる人たちすでにたくさんいると思うんですよね。結論から言うと、この考え方は本当にやめておいた方がいいです。これ理由は何でかっていうと、朝から夜までやっても体調崩してしまう、メンタル的に良くないだとか、そんなポン詰めずにゲーム自体を楽しむことが大事なんだよとか、そういう綺麗事な理由ではないです。ぶっちゃけ俺はそういう精神論結構好きなんで、おーいいね、朝から夜まで毎日頑張れぐらいのことを言いたい側ではあるんですが、この朝から夜まで頑張るっていう考え方は本当にやめておいた方がいいです。っていうのも、昨今のストリートファイタープロ業界、強いだけじゃどうにもならなくなってる側面が出てきてるんですよ。もう強いのは前提として当たり前、そこにプラスアルファがないとかなり参入しづらくなってきてるなって感じます。一昨年去年の話をしますと、プロの主な活躍する場、主戦場、それはどこだったのかというと、ストリートファイターリーグ、通称SFL だったんですよ。 SFL ってのは企業8社がチームオーナーになって、プロライセンス保有者限定で4人1組のチームを作って戦うっていう長期のリーグ戦だったんですけど、スト6ではまだどうなるか分かりませんが、現状で言うとプロライセンスを保有していたとしても SFL に参加できていなければプロとしての活躍の場はないに等しかったんです。なのでスト6プロになって頑張ろうっていう人も、一昨年去年のことを考えると、とにかく SFL に参加できないとどうしても活躍の場が少なくなってしまう可能性があります。っていうか高いです。つまりはプロになったとて SFL に参加できなければお金を稼ぐことができない、そもそも活躍の場がない、そういう可能性が出てくるわけです。じゃあ朝から夜までめっちゃ頑張って超強くなって認めさせて SFL のね、チームに潜り込めばいいじゃんって感じると思うんですが、まず今のところ極端単に SFL に参加できる枠、滑り込める枠ってのが少なくなってきてます。もうどこのチームもメンバーが固定されつつあるんですよ。 SFL に参加する企業、まあ、チームが増えていけば枠もそれにつれて増えていくと思うんですが、現状どうなるか分かりません。それこそ2部リーグ制とかができれば枠もバッてね、増えるとは思うんですが、いかんせんそこまで成熟しきってない業界ではあるんで、すぐに2部リーグ制がね、できる可能性ってのも低いと思います。でもちろんね、強くなればその数少ない枠入ることできると思います。それはもちろんそうなんですけど、じゃああなたが25歳でめちゃくちゃ強かったとするじゃないですか。で、あなたより実力で言えばちょっとだけ落ちる20歳のプレイヤーがいたとします。そうなった時、やっぱり選ばれるのって20歳の子になってしまうんですよ。これひいきとかじゃなくって、どこも基本そうなってるんですよね。これゲームに限った話じゃないです。プレイヤーからしたら正直そこのちょっとの実力の差って気づきます。わかります。そこの実力のちょっとの差ってのはわかるんですけど、じゃあいざメンバーをね、選ぶってなった時、プレイヤーのみの意見じゃなくて企業側の意見も入るってのはね、十二分にあり得る話なんですよ。で、そうなった時、やっぱり実力がそんなに変わんないんであれば若い子取るよねって話になるんです。これは年齢だけに限った話じゃないと思います。容姿整ってる子の方がいいよねだとか、しっかりコミュニケーション取れる子の方がいいよねだとか、 SNS とかの数字があって発信力高い人の方がいいよねとか、どうしてもそういうゲーム外の要素が関わってくるんですよ。そういうゲーム外の
ことが関わってくるんであれば、僕は私は SFL はもういい。その代わり CPT、カプコンカップに全力注いでやる。SFL に参加するのはそこのカプコンカップで好成績を残してからでいい。そう感じる人も出てくると思うんです。カプコンカップってのはカプコン主催の世界大会で最高峰の大会と位置づけられておりまして、それこそ5年前とかから1位の賞金は3000万とかだったんで、本当にすごい大会なんです。今回のカプコンからの発表の1位賞金100万ドルっていうのもこのカプコンカップの賞金の話です。で、そのカプコンカップなんですが、そのカプコンカップに参加する枠もめちゃめちゃ狭いです。昔は各国の枠の制限ってのがなかったんで、カプコンカップ32人参加中3分の1は日本人みたいな、そういう風に日本人が何人も何人も出れてた時代もあったんですが、去年の話をするともう各国の枠に制限がかかってて、日本からは2人しか、カプコンカップ出れないんですよ。で、この各国の枠の制限ってのはおそらくもう変わりません。昔みたいに日本から何人も、それこそ何十人もカプコンカップに出場できるっていうのはもうありえないと思ってもらって大丈夫です。そんな日本の選手がたくさん出るよりも、いろんな国から代表でカプコンカップに出てもらった方が世界的に見た時いいんですよ。ストリートファイターっていうゲームをね、様々な国の人に見てもらえるチャンスなんです。ストリートファイターに興味なかったとしても、お、うちの国の選手出てんじゃん、ちょっとこのストリートファイターっていうゲームよくわからんけど見てみよう、応援してみようってなるんですよ。要は注目度が増えるんです。ただ日本から何十人出てようが、日本から2人しか出てなかろうが、日本の視聴者数って別に変わんないんですよね。そこまで変わんないと思います。そうなった時、あの日本の枠を増やす理由がないんですよ。しかも各国の枠に制限をつけることのメリットは他にもありまして、まだ見つかってない才能の原石みたいな子がね、発掘されやすくなるんです。今回のカプコンカップで言えば、エンディングウォーカーっていう16歳の若い子がカプコンカップ出て注目されたんですけど、これも昔のルールであれば正直日の目を浴びてない可能性の方が高いです。昔ってやっぱりカプコンカップに出るためにいろんな国に渡航して好成績残す必要があったんです。そうなるとそもそも渡航費代誰が出してくれるのって話になるんです。なのでこういう新しい人材見つけるためにも、もうカプコンカップの予選はその国だけで済ませるのが一番なんですよね。で、そうなった時、去年の枠で言えば日本は、2枠のみだったんですが、ゲーム外のことなんてどうでもいい、カプコンカップに出て活躍すればいいって考えてもいいんですけど、その日本の2枠滑り込めるのって話なんです。本当に一発勝負、おそらく2先とかの中で、そこのトーナメント初年度はね、本当に参加人数も多いでしょう。日本の予選だけで2000人とか3000人とか、もしかしたらそれ以上参加するかもしれない中、その2枠に本当に入れるのって話なんです。そしてもうすでにプロゲーマーとしての下地が整ってるプレイヤーは本当に朝から晩までゲームに注ぐことができるんですよ。注ぐことができる環境が整ってるんです。あなたはそれ以外にもお仕事を勤めながらだとか、学業も頑張りながらだとか、そういう場合もあるかもしれませんが、プロゲーマーとしてもう土台が整ってる人はもうスト6に専念できちゃうんです。全振りできちゃうんです。そうなるとやっぱり安定してカプコンカップに出場ってのは難しいです。カプコンカップ出場できなくても日本の中で、まあ、好成績残せればいいでしょう。上位2名には入んなくても、まあ、7位とか8位とかで十分、注目されるはず。こういう考えもあると思います。確かに少しは注目されるはずです。ただ経験上言わせてもらうと、正直そんなに変わんないと思います。軽く自分の話すると、やっぱトパンガリーグっていう国内の長期戦リーグあったんですけど、そこでまだ自分が何の結果も出てない頃5位とかになったんですよ。で、俺も正直5位になったことで結構世界変わるんじゃないかみたいな、どっかからチームのお誘いだったりスポンサーの声とかかかってくるんちゃうかなとか思ったんですけど、まあもちろん何の声もかかってこないですし、相変わらず配信の視聴者10人ぐらいだし、もう知ってる人いないと思うけど、頑張って投稿してみたマリオメーカーの実況動画とか再生回数50回とかだったし、ちょっと強いだけじゃ本当に意味がないんですよ。優勝するぐらいじゃないと結局注目されずに終わってしまう可能性が高いです。だから俺がこの動画で言いたいのは、スト6のことを頑張るのもいいけど、ゲーム外のことも頑張った方が結局プロとして生きていく道に繋がりますよってことを話したいんです。もうね、最初ちょっと例で言った年齢なんてもうどうしようもないです。だからそれ以外で頑張れるところ頑張らなあかんのですよね。容姿だとかコミュニケーション力だとか発信力だったりとか、そういう要素ですよね。誰も整形してイケメンになるとか言ってるわけじゃなくて、ちょっと容姿整えてみようかなとか、今ちょっと太ってるなら痩せてみようかなとか、まあ俺が言える話じゃないんですけど、で、一番大事なのはやっぱり影響力の話になってきます。企業側からしてもそこを重要視してないところないですから、 SNS とかを頑張った方が自分にとっていいわけです。めちゃくちゃ大変だと思う。今言ってる話って
して、スト6強い前提の話なんですよ。スト6頑張ってる前提の話。スト6超頑張って超強くなった上で、そういうゲーム外の面もやらないといけない。超大変だと思うんですけど、途中参入組はやっぱりそこをやっとかないと、SFL とかに参加できる確率ってのがどうしても低くなってしまうと思う。別のゲームでタイトルとか取っていたんであれば、最初からね、ある程度注目されてるんで、結構ね、融通聞いたりすることとかもあると思います。ただやっぱり今のところそういうのが特にないんであれば、ゲーム外をやらざるを得ない。俺も昔はゲームだけ頑張ればいいと思ってましたけど、ゲームだけじゃやっぱりダメなんですよ。自分でゲーム努力して強くなった。そのゲームの強さを見てもらうために、まずゲーム外を頑張って注目される必要があるんです。見てもらえなければ何にもならないわけです。で、YouTube とかで言えば本当にやるに越したことないんですよ。注目される上にお金入ってきますから。もし仮に何の収入の見込みもなく、スト6の練習だけ超頑張って、カプコンカップの予選 CPT 出て負けてみてください。これマジで死にたくなりますから。俺は本当に死にたくなってた。まあ俺の場合大学中退してたから引き下がれないってのもあったし、本当に毎日ゲームだけしてたんですけど、不安でしょうがなかったですよ。で、結局俺が勝ち始めたのって、YouTube やり始めて注目度とか上がって、スポンサーがついたりして、生活に余裕が出てきて、ようやく勝ち始めたんです。生活に余裕がないせいで、練習だとできるのに、大会だと思い切った行動ができないだとか、そういう足かせの部分もどうしてもあるんですよね。ゲーム外のことで意識を割くことで、練習時間減るの嫌だって思う人いると思うんですけど、絶対に悪いことばかりではありません。自分のゲーム外の活動でお金が稼げる。それはそのまま絶対に自分の自信にもつながるんです。そして、ゲーム外のことをやらずに、もうゲーム1本、スト6 1本、それだけ練習し続けてカプコンカップ出る。そして強くなって優勝するってのをね、目指すのもいいと思う。俺は全然いいと思う。てか、それやったら超かっこいいと思う。実際、これをできる人ってのはいると思います。ただ、俺含めてこの動画見てる人 99.9% 凡人なんですよ。本当にめちゃくちゃ日本のレベル高い中、数少ない代表2枠取って、カプコンカップ出て注目されて SFL にもね、出るみたいな。そういうね、天才もいると思います。絶対いると思う。そういう人はマジでスト6 1本でいいと思うんだけど、俺とかもそうだけど、なんかもう生きてれば大体わかるじゃないですか。自分の力量というか、限界というか。自分にそういうのは無理やなってちょっとでも感じる人は、まずゲーム外のことやって注目されてそこからなんですよ。そこで注目されるようになれば、活躍の機会が増えるんです。活躍の機会が増えるってことは、自分が大会に参加できる数っていうのが増えてくるわけです。まあ言ってしまえば招待制の大会とかですよね。そうすればいつか勝てるようになってくるんです。そんな数少ない機会、大会で優勝ってのは難しいことかもしれません。ただ注目されることによって、その機会自体を、数自体を増やすことができるわけです。なんだかんだ言って、格闘ゲームって基本2先3先の短いスパンが多いんですよ。で、そうなった時、結果はやっぱ水物なんです。結果は水物なんで安定して勝ちづらいですが、逆を言うと、実力でちょっと劣ってても、キャラパワーでちょっと劣ってたとしても、勝つことができるんですね。そうなった時、活躍の機会が多ければ多いほどお得になってくるわけです。ゲームの練習時間減らしてでも、ゲーム外もしっかり頑張った方が結局自分にとっていい方向に向かいますよってことです。今話したことを、ゲーム外のこともやらないといけないなんてめんどくさいな。じゃなくて、チャンスって捉えてほしいです。だって、今やれば他のみんな出し抜けるわけですから。やっぱそんなにそういうのやってる人少ないです。しかも結局、そんなにそこに注力する人出てこないと思う。そんな中、自分がちょっと発信力出てきたら、SFL に選ばれる確率っていうのもめちゃめちゃ高くなってくるんですよ。超ゲーム頑張るのもいいんですけど、それだけだと現状で言えば報われる確率がめっちゃ低いです。仮にあなた最強やったとしても優勝してるの別の人なんですよ。そんなん嫌じゃないですか。ただ、それを気づいてない、分かってない人もいると思うんで、特にやっぱり若いとそういうの気づきづらいと思うんです。なので、誰かが発信こういうこと言わないといけないんですよ。そして今活躍してる30後半の、プロプレイヤーたちって、本当に格闘ゲーム昔から強かったんですね。格闘ゲームが強くって、それで結果を残せてたんで、プロになった人たちなんです。結果に対して後から注目度が結びついてきた人たちなんです。昔からもちろんある程度の発信活動とかしてたと思うんですが、やっぱり発信から結果に結びつけた人って、当時の時代背景含めて少ないと思うんですよ。だからこそこういうのは、途中参入したやつが言うべき話かなと思って、今回この動画撮りました。まあ、超大変だと思います。マジで今からやるのは本当に大変だと思うんですけど、超頑張ってください。というわけで、今日の動画はここら辺で終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。さようなら。